演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら山口浩二屋というお店の作った3種類の甘酒を飲みたいと思います。こちらがシンプルな甘酒、こちらが大ずんだで作られて購入が、そしてこれがさつまいもで作られた甘酒。これだけよっぽど自信あるんだね。こんな個別のチラシ入ってましたね。まあ、で裏側にはこんな風に商品紹介が出てる。どんな自信あるんですか。まあ、それは飲んでみれば分かりますよね。ではまずはこちらの通常のやつから飲んでいくんです。本ですよね、それは。では、おー、いい感じに白いですね。それじゃ飲んでみます。粒入りなんだこれ。ちょっと粒入りは、次はずんだ卵系、青豆豆乳にしなげば、こんな感じなのかな。そんなに緑っぽさはないです。では飲んでみます。ずんだわっていうほどじゃない気がするな、これ。はい、ラストはこちら、一番自信があるであろうさつまいも甘。これはどんな感じなのかな、その自信ほどは。はい、ではこれだけ粒がないんだな。やっぱりこれが一番いいかも。さつまいもは最後に来た。この2つについてはいわゆる米麹で発酵されていて、中にお米の粒々が入っていましたね。自分はちょっとこの粒々が入った飲むというのはあまり得意ではないので、そのあたりちょっと好みが分かれるかなという気はしました。で、このさつまいもだけは米粒が入っていなくて、そのままずっと飲みました。で、まず中身のパターンとしてはこちらの方が好みです。そしてこの2つ、まずこれはシンプルな甘さでとっても飲みやすかったです。味としてはいわゆる甘酒だけで感じるような甘酒ですが、砂糖などが入っていないので自然な甘さを感じることができました。もっと量があったらお料理とかに使ってもいいです。で、こちらのずんだはそこまで豆の味は感じなかったですね。よくも悪くもちょっと緑っぽいかなという気もしたんですけど、豆が苦手な方でも飲めそうな反面、ずんだの味を求めてしまっている人からするとちょっと物足りないと思います。で、このさつまいも甘酒はちょっと飲みやすくて、飲んでいくと最初の方はあれと思ったんですけど、ただ最後の方になってきてさつまいもの甘さが口の中に広がってきました。さつまいものドリンクってあんまりない気がしますね。よく考えて、なのでそういう意味でも貴重な商品かもしれません。最後の方でさつまいもの甘さを感じたのでとっても美味しかったので、こちらを代表としてこちらの点数で応答させていただきます。冬バラの人形を見るのや今日の日は、人形を見てどうするんでしょうね。というわけで自分が唯一飲めるお酒、今回も美味しくいただきました。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、コメント高評価をしていただけると嬉しいです。演舞終演。